皆さんこんにちは、五十嵐美希です。さあ今回は2022国際ロボット展に来ています。そしてこちらの展示会主催の一つである日刊工業新聞社編集の高橋さんにも来ていただきました。よろしくお願いします。で今日はですね、日刊工業新聞編集の高橋さんおすすめの日刊工業新聞社が関わるブースをちょっとご案内していただけるということで、そちら一緒に楽しみながら行かせていただけるということでよろしいですか？はい、よろしくお願いいたします。実は高橋さんは私と同じ大学で、大学の後輩に当たるんですかね、ということで前々からすごく仲良くさせていただいてるんですけれども、今は機械設計というね、日刊工業新聞さんから出ている雑誌で連載もさせていただいておりまして、そこで編集も担当していただいております。そんな感じで、仲良し2人組で今日はお届けをしたいなと思います。それでは行きましょう。なんと日刊工業新聞がフリーで配られておりますめっちゃ嬉しいですねこれ情報収集しながらちょっと回れる感じになるんですけど、あ、こっちも、あ、2部、え、どっち、こっちさあこちらはグッドファクトリーとあります。なんだか映像も流れているんですけれども、どんなところなのか聞いていきましょう。よろしくお願いしますさあこちらグッドファクトリーとありますが、どんなブースなんでしょうか？こちらは、ね、普段は、大手企業さんとかから、加工の注文を受けてそれを作ってるっていう企業さんなんですけど、はい、そういった企業さんたちが自分たちで製品を作ろうということを目指されてやっていることを紹介したい、で応援したいっていうことをコンセプトに始めたお店です。すごい面白い取り組みですね。ちょっと具体的にどのようなものがあるのか見てもいいですか？はい、ありがとうございます。あ、なんだかたくさん並んでますけれども何これすごい、これ何ですか？なんかこちらがですね、ソロキャンプめっちゃ流行ってると思うんですけど、はい、ソロキャンプに向けたというか商品になっていて、焚き火台ですね、ここに薪を入れて、はい、火を燃やして上に鉄板とかも置ける。でちょっとこれも持ってみてほしいんですけど、はい、いいんですか？あっ重っ。重みがこの鉄板の厚さなんですけど、はい、建設機械 の、 部品作ってる企業さん、こういう焚き火台も作ってみようってことで始められてます。もともとはプレス屋さんなので、こういった金属の板を打ち抜いて、はい、お肉を美味しく焼ける厚さを考えて作られてます。よろしくお願いします。こちらはどのようなものになっているんですか？はい、アルミの無垢材から総削りで作らせていただいたテーブルとスツールと、それからテーブルアイテムのテープカッターと、はい、ご用意させていただいております。なんかすごい独特のデザインですけれども、はい、これは何かこだわりとかがあるんですか？そうですね、ハニカム構造ってもともとその、はい、はい、強度であったりとか軽さっていうところで昔から使われているような構造体なんですけれども、蜂の巣とかのやつですかね。はい、そうです。でこういった無垢材のもともと非常に分厚い材料から刃物を使ってこのように除去をさせていただいて、で、非常に軽い、これで 3.6 キロぐらいのスツールなんですけれども、はい、こんな感じぐらい軽い、はい、で同じように、はい、このテーブルもですね、はい、こちらも天板の裏側がこのようにハニカム構造になってるんですね、はい、この技術すごくいいですね。そうですね、これ削ったってことですか？そうです。中央が12ミリで、円弧を描くような形で先端が2ミリなんですね、はいはい、で形状がこれ三角形なんでギターのピックみたいな形してるんですけれど、はい、まあ、スクエアと四角の形と、はい、あとは丸い形とご用意させていただいてて、でこれも非常に軽くてですね、はい、片手で持とうと思えば持てるので。あ、本当だ、軽くて丈夫で、しかもこのハニカム構造のこのデザイン性っていうのが、はい、すごいですね、はい、こちらどちらで買うことができるんですか？弊社のホームページからお求めできますし、はい、あとは楽天とヤフーの方でも取り扱いしていただいている会社さんがございますので、はい、アクセスしていただければ。あ、分かりました。はい、ソリッドハニカムプロダクツというブランド名で、はい、もともとはどういう
あの業態でやられているところなんですか？元々はですね、産業機械の部品を作ってる会社で、まあ、今も部品作ってるんですけれども、はい、まあ、自分たちで、まあ、自社商品開発っていうところを、はい、一昨年ですね、はい、前にスタートさせて、でオープンイノベーションという形でアイデアコンペをさせていただいた中から、はい、こういうふうなデザインを提案された大学の先生がいらっしゃるんですけれども、はい、その方とコラボして商品群の方を今開発を進めているということですね。すごい面白い取り組みですね、はい、なんか本業のその技術も活かしつつ、はい、そういったいろんな方に使っていただけるような商品を開発するっていうのはすごく感動しました、はい、ありがとうございます。さあこちらは私も執筆に携わらせていただいております、日刊工業新聞社さんのザ・ロボットの雑誌ブースです。さあこちらのザ・ロボットの雑誌こちらですね、はい、こちらどんな雑誌なのか簡単にご紹介いただいてよろしいですか？今回はウィズコロナと 5G っていうところをメインで特集させていただいたんですけれども、まあ、ロボットの最新動向を紹介しております。はい、そして私はロボット教育というテーマで実際にいろいろなロボット体験してその体験記という形で突撃取材をさせていただいておりますので、そちらもぜひご覧ください。一般の書店でもこちら購入ができますので、ぜひあとAmazon と弊社 のサイトブックストアでも購入していただけますので、皆さんご覧いただければと思います。本当に最新情報が載ってますので、ぜひ皆さんご購入お願いします。2022国際ロボット展はどんな展示会なんですか？まあ、でもコロナ禍にもなるので、はい、感染対策を行いながら、まあ、ウィズコロナの時代にどんなロボットを各社さんが展開しているかっていうのをここでも中でも紹介しております。さあ日刊工業新聞社高橋さんのおすすめのできました、日刊ブックラウンジということで、なんか本とかたくさん並んでるんですけど、ここはどんなブースでしょうか？はい、私たちが所属している日刊工業新聞社出版局で発行しているの雑誌だったり書籍があるんですけれども、それをちょっと気軽に皆さんにご覧いただければなという目的で、カフェというかブックラ、まあ、ラウンジなんですけれども。じゃあちょっと中身見てみましょうか。はい、さあ早速私が連載を持っている機械設計の雑誌もありました。すごい嬉しいですね。なんかちらっとね、いやはい、こちらのちょい見せていただいた見開きのページの連載もさせていただいておりまして、その編集を高橋さんがね担当してるんですよね。こちらどんな雑誌でしょうか？そうですね、基本的に、まあ、名前の通り機械設計書さんに向けて最新情報をお届けしようっていうものになっております。いや本当にこれ専門的な内容もあり、最先端 の機械設計に関する情報ありますので、もしもねご興味ある方いただいたら、ぜひね定期購読していただいて、私も連載してますんでよろしくお願いします。すごい、うちの編集長、これ読みたい。はい、では、まあ、同じく日刊工業新聞社の成島さんにご担当されている機械技術という雑誌についてもご紹介をお願いしたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。機械技術はですね、工作機械や、切削工具、測定機器などの技術情報、それから生産技術、業界動向など機械加工に関わる幅広い情報を提供しています。その他ですね、実際に金属加工現場のさまざまな生産の工夫ですとか、取り組み、人材育成についての考え方などですね、経営に関することも取材をさせていただいております。はい、ありがとうございます。まあ、私も機械設計の連載
ってるのですごくわかるんですけれども、まあ、本当にそういう専門の分野にとっては本当に最新の情報が載っていますので、ぜひご興味ある方は定期購読していただければと思います。お邪魔してありがとうございました。はい、ということでいろいろと高橋さんおすすめの日刊工業新聞社が関わるブースにお邪魔しました。なんかとっても楽しかったです。このロボットの雑誌もそうですし、あと新聞もねフリーで配られていたりとか、あとはいろいろなねそういったものづくりについて知るいい機会になったかなと思います。新聞と雑誌と書籍とそればっかり紹介しちゃったんですけどここに来られない皆さんにもこういうも媒体で楽しんでいただければなと思います。いや本当にお祭りのようにねいろんなブースありますので、また引き続きいろんなブース回っていきたいと思いますので、動画また楽しみにしていてください。それではまたお会いしましょう。バイバイ。高橋さんもありがとうございます